ほんまにそこなんか廃村的な感じになってんですけど、まあ、いやもうあれもう何これ、なんかさ、お祝い事かな、これえぐいな、トイレじゃないこれ。でもこうやってなんかオープンにするのってすごいなって思う。だって倒壊の危険性もあるわけじゃん。ねえ、でもこうやって、じゃあこれ。何この遺体ばらまくってどういうことだよ。だって時間だましいですね。何がついてます。この上見てくださいよ。めっちゃ雰囲気悪いですからこれ。この上。はい、お疲れ様です。そういう感じ。いや、もう大体分かったっすよね、今の尺で。なんか、僕ね、多分騙されてきたんですよね。なんか、あるね。かまどって飯屋あるんですよ。貸別荘。まあでもこっちってことね。行ってみようか。いやーでもね、今年ももう終わりですよ。終わりですね。で、最後にまあ取り納めってやつ雇った方がいいんじゃないかということで、会長さんから伝説がありましてね、めちゃくちゃ寒いところですよね。高校の水とか超綺麗ですよね。大山勝負とか出てきそう。建物もうさっきみたいに、あ、なんかあるっすよ。休憩所みたいな、トイってことじゃないですか。ここで休憩してまだ上攻めろみたいな。休憩施設みたいな。あったっす。え？あれほんまに人住んでないですか？なんからしいけどね。どうした？めっちゃ滑るんですよ。大丈夫。ほんまに言ってんの？ワイヤー触れるんすよ。ほんまに言ってんの？ほら、みんな、これこっちに行ける方向ちょっと考えるか。これ行ける行ける行ける。なんで行けた？これちょっと。いや、そこ。回ってくるよ。はい、というわけで、ちょっと単独取材という感じで。っております。なんか廃村的な感じになってんですけど、まあね、詳しくはちょっとよく分かんなくて、まあでも人住んでるのかな。あ、でも何もないですね。あ、こっち。なしは悪いっすね。うん。なんかほんまにゲームみたい。ここからなんかゾンビが出てきたりとかさ。あっちの方が雰囲気悪かったっすね。
ね、でも多分こっちの方がやばくない？これ、何これ、神社？これ？なんかこれ、秘密の倉庫じゃないですか？これ開けたらなんか、なんか古いでしょうね、これ。すごいなぁ。これどこなの？国ちゃうぞ。なんか雰囲気悪いさ、こう。いや、もう悪いです。いやいやいや。俺なんかあるんですよ。いやいや。絶対あそこは無理っすからね。何これ、なんかさ、お祝い事かなんか知らんけど、なんか不吉な感じの飾りじゃな。なんかスピーカーのなんかやつみたいなのがある。ほんまにこれ人いないか、いないでしょうね。なんかすごい、でも立派な蔵があるね。そうなんですよ。各家蔵持っとるんですよね。ちょっと向こう行こうか。やっぱ作中金持っとんじゃないですか。これみんな金売ってる。小木さん買ったっけ。アウトみたいな。なんか変な声出てる。これ多分人おるっすよ。ねえ。声聞こえるでも。これね、あれですよね、人おらんくなったっていうわけじゃないですよね。でも、どうぞって書いてる。あ、ほんまや。観光。飯、コーヒーって書いてますね。こう、そういうとこなんだね。行ってみようか。人がいる気配ないよ。でも、野菜サンプルですからね。ん？野菜とかもすごい。まあでも、定期的に管理してんのかもしれない。これもイノシシでしょ。でも勝手になっとる可能性もあるよ。もう書いとるっすよ。藤原家住居。あ、なるほどね。藤原家っていうのがあったんですよね。でけかったんじゃない、藤原家。トンネルが開通して初めて、なんだろうか。昭和68年度って書いてある。昭和68年ってなかったけどね。ああ、さっきの、あるね、火曜、水曜、定休日。今日やってるみたいけど、11時から。まあでも人もいますから安心しますね。ね。タガネギに釣れそう。結構ほんま広かったんですかね。集落だからな、これ広いな。でもおそらくここを過ぎたら何もなくなるんかもしれない。まあ次なんだね。隅々までね。隅々まで。そういう意見もございましたんで。わざわざ岡山から来ましたよ。3時間ぐらいかかったんですか。そうだね。うわ、これえぐいな。トイレじゃないこれ。でもこうやってなんかオープンにするのってすごいなって思う。だって倒壊の危険性もあるわけじゃん。まあそうですね。ねえ、でもこうやって何もなく、やっぱなんかがあるからいらっちゃいけないとかっていうあれもあるかもしれないですよ。だってさっきそこで別れとったじゃないですか。道ね。はい。あそこまではまだ綺麗だったんですよ、家が。こっちに行くとどん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 。ここまでは全然メイクかみたいな感じなんですよね。すごいな、いやもう本当物抜き姫。でも物抜き姫こんなに汚くないけど、じゃあこれイメージとか電線とかの このあれじゃねこれ上、ちぎれて下に。でもほったらかしっすね。こっちとかまだ張ってるからね。そう、でももうだいぶ垂れ下がっとるから、でもあれは絶対稼働してますよね。しとるけど、これはあれだね、低すぎるね。ねえ、これいつの？だいぶ昔じゃね。
カスカス？そうでもない。1年以上経ってる。なんだろうな、かけるだけかけて取り行くの忘れとったパターンだ。いや、多分なくなったんじゃない。あ、見た。まだ出た動物。ここ、なんか猫かわいいですね。猫すっげー見てる。どうなって、なんかタヌキの置物みたいにね、慣れてんのかな。楽しい来たなみたいな顔ですね。でもロープしといていけないのかな。うん、走ませんね、もうマジで。物が悪くて寒いです。受けた、よく脱ぎます。寒いもん、本当に。やばい。でもさっきね、雪みたいな、なんかみぞれみたいな、ちょっと降るでしょう、あの時考えりゃまだまだありがてえと思わんといけるな。暖かくなってきたもん、ちょっと歩いてね。寒いね。手袋持ってきたらよかった。鳥納め、今年の鳥納めに最後にちょっと行けの来たっすね。いろいろまだ行きたいとこあるんで。ちょっと電気ついてない？さっきついてなかったっすね。うん、やってんの。もうどうぞってことで多分空いてるでしょうね。なんかあのバーベキューの店。うん。でもコーヒーでしょ、朝食。旬の山菜、野菜食える。うん、野菜うまいかもしれない。まあでも普通に考えると美味しそうっすよ。うん、普通に言ったから。これ結構後ろから歩くの大変。大変ですよね。まあでも違う、使わない筋肉使うから筋トレしますね。筋トレ。ちょっと痩せますね。なんか野球部の時なんかこんなあったね。そうそうそう。でもジム行ってるとそういう感じの後ろ下がり的なトレーニングもあるっすからね。ああ。やっぱ YouTube ってやっぱすごいな。そうです。ドムの歩く歩数とこの後ろの歩数が合わなくて、僕も見ながら歩きますけどね。ちょっといろいろこう見ちゃってよ、腰とか。ちょっと左危ないですよ。左が。左が。これ、見てこれ。この。刺さった痛風なの。うん。これ多分ゲル君さっき右から来たっすね。そう、はい。こっち行きますか。いや、さっきこっち雰囲気悪いんかなって。だいぶ僕も怖くなくなってきた。でしょ、一体バラ巻きつまり、時計があるの？いずれ止まっとんすか？5時今9時ぐらいですかね。うん、なんなんかねの器具かな。あ、こっちからこう見た時ちょっと怖かった。あ、雰囲気がね、怖いね、ちょっとね。戻りますか。どうでした？どうでした？今日は。だから、ザ・シンプルっていうことが、そう、ね、最近使われるけど、まあ寒いですね。寒い。とにかく。なんか、やっぱり思ったけど、うん、あのとこに、あの、やっぱ廃墟的なとこ入ったら、一気にやっぱ、なんか寒気？いろんな意味でなんか、ゾクッと。あのトンネルがやばかったですからね。やばかった。いや、でも、ずっと行って、なんか不気味で、もうなんかちょっと怖い、恐怖の寒さ。行きたくないね。うん、ありましたね。でもなんか、人の声が聞こえて。最初ね、人じゃなかったっすよね、あの声がね。アウトみたいな。そうそうそう。これって、あるだけなんかなと思って、名残なんかな思ったっすけど、うん、ありましたね。ありました。その、やっぱり、うん、この集落自体、うん、ほとんど、手つけられてない、管理してなくて、すごいなんか怖いなとか思うけど、やっぱ手をつけられてる、人に手つけられてる場所っていうのはやっぱり温かみを感じるね。やっぱりその昔住んでた人のお孫さんとかが、まあ、土地があるけどちょっとやろうかもったいないかなっていうのがあるもん、ね、うんうん、だからその廃墟がその心霊スポットとかなったりとかするのっていうのはやっぱりそういう手つけられてないから、少なくともなんかその恐怖心みたいなのが湧き出て、そうだね、なんかいるんじゃないか。噂と一緒っすよね、うん、悪口もそうだけど、うん、なんかおひれやせびれがこうね増えてどん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 話が大きくなるんじゃないか、うん、そう。だからロブと多分こういう廃墟行ったのお札の家以来かな。お札の家、マリア像、まあ、どっち側か、その辺ですよね。多分、お札の家が ここに近いかな。今年でしたっけ、うん、うん。でも、お札の家ってのも、なぜお札の家かっていうと、なんか、その、うん、昔あの建物が、うん、天理教かなんか忘れたけど、そういう系の、うん、あー、なるほどね。あの、施設であって、うん、で、やっぱそこに宗教だから、お札があったわけ、はいはい。配ったりする。で、多分それが散らばったりして、うん、みんな、お札の家っていう。本当は福山にあるみたいで、あ、その、うん、やばいのか、うん、あ、でもなんか視聴者さんだろうな多分。
あのコメントくれてて、いやあそこは本当にやばいから現地の人が近づかないよみたいなこと言ってました、うん、しかもあの家っていうか、うん、普段の家の管理のしてる人は上の方に住んでるみたい。あ、そうなんですか。さらに上の、うん、あったっすね、うん、あれああいうその話を聞いて、はい、あもう一台車ってちょっと安心感に変わるっすね、うん、軽トラがね、はいはい、いやこういう冒険好きとか多分探索好き、うん、その過去の歴史とか、うん、やっぱ気になる人とかやっぱいろんな趣味ある方おられると思うんですけど、こういうとこ来てね、こういう山田みたいなのが出てくるかもしれないですけど、うん、昔の情報が聞けるかもしれない、ね、でも僕ら的には、うん、そのまあちょっとホラースポットじゃないけど、はいはい、ちょっとなんかあなんかなんだろうな、あの廃墟だ、はい、と思って入って、うん、ちょっと休憩スポットあったりとか、まあ、あ気軽に行けるっていうか、うんうん、体感できるとこかなと思います。カメラマンとかいいんじゃない。そうだね、いろんな綺麗なグラフィティ、そうそうそう、もう今もう紅葉も落ちて落ち葉が全部下に落ちとるから、まあね、もうそろそろ冬の雪降るシーズンなんですけど、まだギリ行けるかなと思います、うん、まあ、自然いっぱいで良かったですね、ね、うん、はい、というわけで、はい、あ、今年はどうもそうだね。ここのマネージャーの方がね、なんか取り納めしろと、はい、最近仕事行ったり、まあ自分のことがすごい忙しいもんで、はい、開けてましたけど、はい、今度もお願いします。皆さん良いお年を。はい。あね、お過ごしください。来年もね、お願いします。はい。もう一件、もう一件あるんですよ。この後行きたいところが、ここは鳥取なんで。はい、まだ終わらないですよ、はい、カメラを止めるなんて、はい、終わりました、はい、止めちゃいけんすよ、はい、いいじゃないから、はい、うん、行くぞ、はい、止めちゃいけないよ、うん、怖い。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。